それではミスユニバーシティ栃木代表堤萌さんにお願いいたします。ベストオブミス栃木2022でグランプリを受賞し、ミスユニバーシティ栃木代表として選出させていただいた堤萌です。私は人生19年間のうち7年間海外で過ごしましたが、外に出て改めてたくさんの日本の魅力に気づくことができて、もっともっと日本のことが好きになりました。なので将来はコンサルティングを通して日本の経済に貢献することが目標です。またミスユニバーシティ日本大会では全国から大学生が集まる場なので、栃木代表としてたくさんの栃木の魅力を発信していく予定です。ベストミスを通して学んだことを生かし、これからも精進し続けます。どうぞ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。栃木から世界へ、彼女たちの挑戦を皆様に応援していただけたら幸いです。